ジャンクスポーツ、西武選手だけ不在、ファン必須、スターがいないってことか。プロ野球って確か12球団だったよな。悲しすぎる。各球団からトーク自慢の選手が集まったが、唯一西武の選手だけが不在という珍しい状況となった。ネットではこれはミスキャス、なんで西武の選手は誰も出演してないの、うちの子たちがいない、プロ野球って確か12球団だよな、スターがいないってことか、これは悲しすぎる、といったコメントが集まっていた。和田剛呼んでたけど西武じゃなくなったからな。うん、源田くらいか。西武から WBC で他選手いないの。源田がその後に放送されてる松本の番組に出てる。最近山川以外に話題なかったやろ。まあ柳町なんかが出てるんだからスターとか関係ない、スケジュールの都合だろう、気にすんな。西武ってマジで今は一番人気ない球団じゃないの。山川の面倒を見させるわ、和田を落とすわ、甲斐の取るわ、西武だけは許さんからな。どうしたんやろね、テレビ局の方から1球団だけ外すのは考えられないから西武の方から断ったんだろうな。西武への無償トレードされる予定の柳町が出てたろ。しかしオリックスやロッテなんて超絶不人気球団も人気選手が出てきて花があるからな。所沢はフジテレビから遠いからしゃあない。単にキャンプとの兼ね合いで出れなかったんじゃ。地味な球団ほどこういう時は積極的に選手を送らないといけないのにアホかと。ご視聴ありがとうございました。